日刊スポーツでは、28日に大阪市内で行われた、星野仙一氏お別れの会の開催に合わせ、日刊コムで、星野さんの思い出を募集しました。ここで一部を紹介します。多数の書き込みありがとうございました。星野仙一氏のお別れの会で弔辞を述べる金本監督、撮影、上田博。18年ぶりのリーグ優勝してくれてありがとう。心から感謝してます。峠総一、10代男性、東京都、娘の小学校の前に、星野さんの行きつけの喫茶店がありました。下校の時間、娘たちがサインをもらおうと店の前で待っていると、星野さんは、一度、家に帰ってから来なさい。遅くなったらお家の人が心配するぞ、と教育してくれたそうです。元さん、40代男性、兵庫県、ブレソー。になった時、前へ前へに勇気づけられました。ジン、50代男性、静岡県、幼少期から静岡県にし、ブスマイで初めて行った野球場が名古屋球場でした。私が7歳くらいだったです。すでに巨人ファンだったのですが、星野投手は好きでした。親父に星野投手のサインボールを買ってもらったのを覚えています。和明、40代男性、静岡県、巨人の王貞治を三振に打ち取った星野仙一、中日、は、どうだ、と気合の表情を見せる、197。8年4月5日撮影、日本のプロ野球で一番将来を考えられていた方が亡くなられたことは、ファンにとっても大きな痛手です。思い出として3つあり、2003年現監督退任時のフィナーレと2003年、優勝インタビューと楽天で日本一になった時のビールかけじの笑顔です。ご冥福をお祈り申し上げます。トラトラフーちゃん、50代男性、京都府、2003年のマジック2で迎えた甲子園の広島戦でサヨナラタイムリーを打った赤星を熱く抱擁して迎える星野監督が忘れられません。それと優勝が決まった時のインタビューでの第一声、ああしんどかった、も印象的でした。おっしー、20代男性、奈良県、厳しい目、怖い目、強い目、優しい目、そして愛おしい目、あなたの目を一生忘れません。M.S. 50代女性、東京都、現役最晩年の頃、外野への大飛球を候補した若手。外野手に対し、マウンドから帽子を脱いで心身とお辞儀する星野投手の姿を見ました。その姿を見たことで、監督時代の鉄拳もすべて選手のため、チームのためのものだと信じることができました。50代男性、大阪府、いつの星野さんの言葉か忘れてしまいましたが、強く印象に残っているのが、迷ったら前へ出路、です。人生で迷った時、少なからず指針にさせてもらいました。特に個性が強かった、阪神監督時代までの星野さんが好きでした。楽天に行って以降はスマートな印象しかなく、ご冥福をお祈りします。40代男性、兵庫県、名古屋球場ラストゲーム後のスピーチが印象に残っています。この試合に敗れ、目の前で巨人の胴上げを見た後でのスピーチ、いろんな思いがあったと思いますが、今日この場所でさよならを言いたくなかった、ジャイアンツファンの皆さんおめでとう、さようなら名古屋球場、世界一のグラウンドだと思っています。来年ドームで会いましょう。短いスピーチで多くの気持ちが言葉として届きました。ここまる亭セクシー山崎、40代男性、東京都、初めて中日の監督になった頃の鉄拳制裁も辞さない荒々しい星野監督の姿が印象に残っています。その頃、阪神は暗黒時代初期でしたが、星野さんのような怖い人が監督だったら阪神もきっと強く、なると思い、星野監督が睨みを利かせてる中日がすごく羨ましかった思い出があります。
トラッキー太志、40代男性、大阪府、2003年の優勝したことです。阪神でプレーしていた赤星さんがサヨナラ打で星野さん、当時監督が抱き合うシーンが印象シーンでした。柴田慎、40代男性、兵庫県、阪神赤星のりひろ、右を抱きかかえる星野仙一監督、2003年9月15日撮影、ダメトラを立て直し阪神タイガースを18年ぶりのリーグ優勝。